これは SUVC という車です。 SUVC とは SUV クーペを略した名前のことです。まず機能を紹介します。機能にはサスペンションと、ワイパー、それから、ドアのロックとブレーキがついています。モーターは2つついていて、パワーがあります。ブレーキはこのロータリーにこのゴムが、近づいてブレーキがかかる仕組みになっています。シートは背もたれが動くようになっています。ハンドルも上下します。では走らせてみましょう。エンジンルームの中にバッテリーボックスがあるので電源を入れます。そしてこのリモコンで走らせます。ここがハンドルで、ここがブレーキ、これが前進後進です。これだと分かりにくいのでちょっとタイヤを持ち上げて目します。普通に走っている時にブレーキをかけると少しスピードが遅くなっているのが分かります。あ、もう一回、進んじゃった。タイヤを取る。ブレーキをかけると少し遅くなります。と前のタイヤは下にあるモーターで曲がります。もう一回走らせます。ちょっとした凸凹道を走らせてみましょう。全然乗り越えてません。はい、来ました。これで終わります。